挨拶、ロストイン、ズンピッパ。毎度、田中でございます。皆さんご機嫌、うるわしゅうございますか今回は映画の感想を語っていきたく思います。話す作品は、ドリームプラン。はい。去年のアカデミー賞で主演男優賞を受賞された作品で、受賞者がウィル・スミス。そんなウィル・スミスはビンタしてね、かなり話題を読んで覚えてる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、 そんなドリームプランを見るかどうかをずっともやもやしたんですよ。そんな事件もあった作品を見るなんてと思ってたんですが、まあ、今年のアカデミー賞もね、発表されて、まあ一年経ったしなと思ってね、ちょっと見たんですけども、まあ、すごいですよ。ウィリアムズ姉妹というね、有名なテニスプレイヤーの姉妹いますよね。この二人を育てたお父ちゃん、リチャード・ウィリアムズかなの、 自伝映画なんですよ。で、このお父ちゃんがめちゃくちゃな人で、俺の思い通りにお前らが動けば、俺たちは大金持ちじゃん。もう、それで、万々歳や。お前らは俺の手駒や、みたいな感じで、もうほぼ軍隊やけど、何かすごい筋が通ってるようで何も通ってないんですよ。ただ、こだわりもあるんですよ。例えば、この映画の中で、エージェント契約したいっていう、 大人たちがやってくるわけですよ。で、それはまだジュニア、プロになる前のお姉ちゃんのビーナスを口説きに来るわけですよ。で、その口説きに来たエージェントを追い払うんですよ。お父ちゃんがええとこ探しちゃうからもう気にすなって言って練習させるわけですね。で、そんなお父ちゃんは有名なテニスコーチのとこに行って、自分たちの娘のプレーを見せてね、 この娘たちどうやった将来が約束された凄腕のプレイヤーを君のところに預けようじゃないかと。そうしたら君は後々すごいお金が舞い込んでくるんじゃないのかっていう話をするんですよ。で、ビーナス・ウィリアムスが稼いだ賞金の15%を必ず手にするという契約のもとすべて 負担すると。家族全員の衣食住も負担するし、一流の学校に通わせて勉強もさせる、そしてテニスもさせるっていう超英才教育の状況を手に入れるんですよ。タダでね。で、この違いは、タダが向こうからやってくるのか自分からタダを手に入れに行くのかってこの差なんですよ。ここの差が常にこのお父ちゃんにあるんですよ。このリチャード・ウィリアムスというお父ちゃんは自分から 無料を取りに行く。自分たちの才能は担保にできると。だからその担保にしたもので、自分たちは優雅に暮らしていけるという、こういう考えを持っていて、で、自分にとって都合の悪い話は、 どん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 無視したりとか、尻滅裂になっていくんだけども、結果的に、ウィリアムス姉妹は大成功を収めるから、結果オーライっていう話になるわけですね。そんなドリームプランという作品は、アカデミー賞の作品賞にもノミネートされてるんですよ。受賞こそしないけど、なんでこれがノミネートされてるのかが僕はよくわからなくて、ここから何か教訓を得ることは、まずないんですよ。 まあ、ウィリアムズ姉妹がこんなお父ちゃんの元でしっかりと育ったんだなっていうのと、ウィリアムズ姉妹が、お父ちゃんの考えてることに対して自分たちもそうしたいと思う子たちだった。あるいはもうすでにちっちゃい頃からお父ちゃんの洗脳が入ってて、そういうふうに思うようになっていたっていう、ここなんですよね。多少不満、まあ、あるけどテニスもできて全然それでいいと。で、そういう過程があってもいいと思うんです。その、このリチャード・ウィリアムズのような、 家庭があってもいいし、で、そういう風に他人からどう見られても自分たちはそれでいいよって思うような家族があっていいと思うんだけども、その、どう見ても虐待してるように、旗から見たら見える家族なんですよ。どこでブレーキかけて遊びに行くとかも、お父さんの気持ち次第なんですよ。お父さんが、こう、なんとなくテレビ見れて、あれここら辺めちゃくちゃ危ない地域やないか、あれ これって今、うちの娘たちをコーチしてくれている人の昔いた生徒が今こんなことになってんのかこんな事件に巻き込まれてるのかと思った時に、あかん、これ以上し、練習させあかんと思って急にディズニーランド連れてったりとか。何も言わずにバーンって連れ去るから、周りがすごい迷惑する。でも、どんなに迷惑しても、ウィリアムズ姉妹は間違いない才能を持ってるからみんな我慢するってこれなんですよ。ね。 お父さんのわがままになぜみんな付き合うのが、ウィーリアムズ姉妹の才能が本物だからだっていう、ここなんですね。だからずっと、確実に成功する株を、ちらつかせてディーラーたちに、買っとけ、買っとけ、買っとけ、買,買っとけって言うわけですよ。で、それは自分たちの、実の娘であると。うん。こういう、嘘やんっていう話も実際にあった話だから、面白いですよ。面白いですけど、 それと作品で描かれていることを見て何か感じるのかって言ったら何にも残っていかない印象には入りますよ。あ、こんなことすんのかいこいつとか思いながら <laughs> 見るんですけど。やっぱウィリアムズ姉妹の才能の前にはみんな負けるわけですよ。 その資本っていうものを人に置き換えて、自分の子供っていうものはお金に置き換えれるんだと。けど、人は人として大切しなければいけないっていう、こういうものを描いてたのか。描いてたように見えへんけどな。<laughs> なんか、なんか人生うまくいきゃよしみたいな、そんな感じだったよね。で、そんな、かなりいっちゃってるお父ちゃんを演じるウィル・スミスは、良かったんですよ。 そのお父ちゃんの延長線上に、アカデミー賞でビンタするウィル・スミスが重なるんですよ。重なってしまって、ずっと役抜けてなかったのかなと思いました。ドリームプランの役がね。ずっとついてるからもうパーンって手上げやすくなっていたとか。周りのこと見えてない自分のドリームなプランだけ、アカデミー賞主演男優賞取った、取れたっていうとこだけ。 以外のこと分かってないから、もう、妻の体制のブレーだとか、ねいや、もう妻が、するやろっていうようなことも、自分でするからね。うん。いや、ドリームプランの、リチャード・ウィリンズ、いや、もうそう、まんまやんと。うん。最終的には、お母ちゃんにも怒られて、娘たち、お前ら、自分の好きなように、決めら、決めたらええんやって。 言われて、まあ、決めたようになってるけど、根本的にはお父ちゃんの金儲けの道具でしかないっていうね。<laughs> 映画の中でお父ちゃん自身が自分ももうそれで変わっていったじゃなく、お父ちゃんもあくまでも監督である指示しかしないっていう、ここがね、やっぱ引っかかるんですよ。娘たちも変わるし、俺も変わろうと思ってるとか言うのだったら、まだ、ちょっと また見方変えれるんですけどもそうじゃないんですよ。あくまでも、その監督としている、キチガイ家族っていう印象を持ってしまうんですよ。貧乏だったからそこから脱却しようとするからこそやってたっていうね、そういったハングリー精神としてあっていいけど、 いい話じゃなく、ウィリアムス姉妹はほんまこんなことをお父さんに思ってたっていうことをぶつけてくれたら、なんかもっと面白い映画だっただろうし、アカデミー賞作品賞に飲みートされるだけのもんだったなって思えたりしそうなんですけど、そういうのないんですよ。じゃあそのコメディーやん。<laughs> その電気コメディーとして見る作品でもないしね。ウィリアムス姉妹が偉大やから。うん お父さんも勝手に偉大な人ってなっていってる。偉大な人やったかもしれないけど映画見る限り全然そんな風に見えないっていうね。うん。まあ子供たちに必要な能力。自分にはないから持たせようと思ってるってもうほんまに子供らを好き勝手させない。自分の好き勝手に動かすっていうね、ここ。うん。まあ結果的に往来だからいいけどっていう、そんな話でええー、わけないやん。<laughs> ええわけない。 今日 <laughs> 分からん電気 <laughs> はい。ということでございました。またね